吉田さん、手取り14万生活ぜひ、ね、見てみたいですね。7万円でもいいし5万円でもいいし、手取り3万円生活も見てみたいですよね。だから手取り20万30万ってのはどっちかっていうと平凡で想像がつくし興味がないんですよね。うん、じゃあ今日はね、手取り14万じゃ泊まれないホテルってことだったんで、手取り14万では住めない家ってことにしましょうか。自慢げになっちゃうんであんまりやりたくないんですけど、まずはね、何気なくかかってるこの帯ですけども、乱暴でしょ。これ実は30万するんですよ、この帯バラーンとかけてますけどね、30万です。クリーニング代が2万円ぐらいです。で、こっちにもありますけど帯、これ25万ですね。クリーニング代も同じぐらいですね。通常でしたら100万円とか200万円の着物に巻く帯ですよ、ね、でも今私は飾りとしてこうやってね、乱暴にかけてますけども、これ手取り14万ではなかなか手が出ないし、そもそも欲しいとも思わないですよね。で、この部屋、子供用の滑り台がありますけども、子育てにはね、圧倒的に空間が必要なんですよ、ね、家族でこの滑り台の周りをわしゃわしゃ何十回もね、走り回るような日常です。で、この8畳の一間に荷物があれこれと詰め込んであったらできないんで、他の部屋に荷物を置いてこの空間が極力空くようになってるんですよね。だから居住空間が広いっていうのにはコストがかかるんですよね。で、2DK だったら私は今の暮らしで子育てをすることはなかなかできないと思います。最近このソファー買いました。これ8000円ぐらいですけども、ソファー1個置くのにも躊躇がないですよね、空間があるんで。だから家が広いっていうのはコストもかかるんですけども、比例して豊かさも変えるってことになると思います。まあ豊かさという指標がね、それぞれ違うとしたら、選択肢を広げるってことになります。私が以前広島の中区でね、公園の前に設定していた広島ヒルズは広いとこだったんですけども、でもね、子育て空間にはギリギリ難しいかなっていうところでしたね。セミナールームがあったりとか、事務所にはしていたところなんですけども、仕事をしながら子育ての環境をねっていうことにはならなかったと思います。まあ、今はね、部屋がたくさんあって部屋の一つ一つも広いんで、どっちかっていうと半分以上は使ってない空間になってますんで、いくらでもストックが置いておけるし、本も DVD も貯蔵することができるんですよ。で、一時的に荷物とか服とかを避難する場所があって、衣替えっていうのは本当にね、衣替え専用のクローゼットルームがあるんですよ。そこはまだまだガラガラです、うん、で、子供が3人生まれても全然賄える家ですね、ここはね。で、吉田さんが言われたように、やってみないと分かんないってことが分かっているからやってみるんですよね。不思議なことに、お金の問題であんまり困ってない人ってあっちこっちいろいろやるんですよ、いまだに。で、申し訳ないけども、お金に困ってる人って案外何もやんないんですよね。まあ、だから困り続けるっていう問題に直面するんでしょうけども、やっぱり困難を打開しようと思ったら、やってみないと分からないってことが分かっているからやってみるんですよね。でも、やってみないと分からないってことが分からない人はずっとやらないから、やってみないと分からないってことがずっと見えてこないんですよ。ここに全て詰まってるんじゃないですか。吉谷さん、いいこと言いますよね。やっぱりね、このコピーって長い間使えるんじゃないですか。そして手取り14万の人ではね、とてもじゃないけども住めない家、これはね、別に、偉そうに言ってるわけではなくて、現実として思想はあるんですよ。で、私の所得では住めない家とか持てないものも当然あります。で、それが私が欲しいと思うかどうかって問題になってきますけども、少なくとも選択していらないよって言ってるわけじゃなくて、手に入んないからいらないよっていう選択になってるのは確かなんですよ。じゃあ収入とか時間とかあらゆる制限がなかったら、どんな暮らししたいですかっていうふうな問われた時にね、私は今の暮らしそのもので 100%OK ですっていうことにはならないと思います。本当はこういうふうにしたいけども、まだその余裕がないからやってないっていう部分がありますからね。で、今の暮らしになれれば当然別の暮らしも思い描いたり、そっちに挑戦するという気持ちも出てきます。もっと言ったらね、この選択が狭まっていく時の苦痛はものすごく重いものがありますけども、この今の暮らしをもっと豊かにしようと思う欲望ってのは、苦痛から逃れたいってものに比べるとものすごく弱いんで、だんだんですね、向上心ってのはこうやってしなっていくんですよね。だから私がビジネスよりも家庭を軸にしてるっていう隠居暮らしが、まあ今あるんでしょうね。手取り14万暮らし、なかなかいい動画じゃないですか、このシリーズ。じゃあ次回もお楽しみに。